はい、どうもゴルフ勉強です。ここです。ようです。はい、12月、最後です、うん。ベストドライバーの発表です。うん、2023の。うんうん、はい。トモヘンです、はい。ヘッドスピード45の、アベレージ90ぐらい、90ちょいぐらいかな、ぐらいの、若干、フッカー、うん、ていうかもヘッドによるんですけど。まあ、ドライバーの飛距離としては、当たれば70ぐらいいきますよ。まあ、平均だと240ちょいぐらいかな、みたいな感じですね。の、ランキングになります。うん、で、ランキング発表と行きたいところだったんですけど、うん、ランキングどころじゃないっすね、これ。うん、今年ね。はい。ノミネートだけ一応、2本発表して、うん、もう、ダントツトップを発表するというような感じにしましょうかね。うんうん、はい。じゃあ、まずノミネートから2本ですね。うん、はい、はい。ノミネート、ヤマハの VDM。はい、VDM。この前出たばっかりだね。うんうん、ですね。女子の、ミヤ誰だっけ、なんかいたよね。うん。若い人でしょ。そう、女子の、飛ばし屋の人が使ってたりとかしましたけど、うんうん、これは、スライドウェイトが通るの、うん、真ん中にあって、前、後ろに動かせるようなやつ。で、まあ、ヘッドのサイズ感的には、まあ、普通な感じでね。うんうんうん、まあ、程よく、まあ、若干シャロー気味な感じで、シンプルなデザイン。打った感想としてはどうですか？ノーマルの段階、純正シャフトでね、ノーマルのウェイトの位置だとね、うん、あんまり打てなかったっていうか、いい球出ないんだよねって感じだったんだけど、うん、ウェイトはやっぱりちょっとロースピン側に詰めてやると、全然球が強くなって、うんうん、まあ、安定してくるっていうかね、そんな印象だったね。前にすることで、こう、重心を浅くとか、うんうん、距離も、ちょっと操作性が良くなったりとかいうところで、うん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 、あんまりね、その、極端に捕まるヘッドじゃなくて、まあ、ストレートから、友の場合は若干、フェードもするかなっていうぐらいだったんですけど、ちょっと前にすることによって、もう本当に強い球で、まっすぐ、行くし、ちょっと捕まったら、うん、低スピンにかなりなるっていうような印象だったっていうヘッドですよね。初速もまあまあ出てたかなっていうような感じですね。ただ純正シャフトがそこまで合ってなかったんじゃないかなと思いますね。今ほら S で入れてる CQ とか入れたら CQ もね、割と高さ出しやすくて捕まる、うん、スピンもほら低スピンになるようなシャフトじゃないので、うんうん、意外ともしかしたら そうだよね、そのシャフト入れたらいいのかもしれないなというような感じですね。はい、じゃあ次のノミネート。次はコブラ。コブラ。エロジェット。エロジェット。うん、ノーマル。ノーマルだね。はい。これはまあ去年かな。うん、去年が LTDX がすごい気に入ってたんだけど、うん、まあ、最初出た時ね、まだ発売前にちょこっと売った時にエロジェットになって打感が変わってしまって、ね、すごい硬くなって、うん、LTDX すごい気に入ってたんだけど、 それだけでちょっとね、気持ちがこうちょっとだけ遠のいたんだよね、うん、だけど、まあ最初の頃ね、今思えばまた打ってみたいな、よかったな、うん、もっといい球打てるんじゃないかなっていう印象があるよね。LTDX とのモデルとしては、うん、まるっきり違いますね、うん。ヘッド形状もやっぱちょっと違うんですよ。うん、空力意識して、ちょっと後ろも形状、ハイバックではないですけど、うん、ちょっと削り方というかね、シェイプ変わるし、艶消しじゃない。うん、最もクラウンがダサいと。エロジェットね、うん。そんなにいいデザインでもないし、うん、まあ、さっきの部分、まあ、ダカンのフェイスとかね、ああいう素材も変わったし、あと、一番の違いは、LTDX を手放した理由が、まあ、割と大きな完成モーメントだったんだけど、ちょっと捕まる傾向が出てきて、出たも左に行って、そのまま真っ直ぐとか、よりフックするっていうところがあったんですけど、今となってはエアロジェットがちょっと捕まらなかったのね、うんうん、割とね、うん。ストレートとかフェードとか、いい時はドローで低スピン打ててたんで、今となってはもしかしたらエアロジェット、いいんじゃないかなという評価ですよね。うんうん、飛距離もまあまあ、出てはいましたよ。ただ、LTDX の方が、多分振りやすかったんだろうね、形状的に。そうだね。うん。うん、まあ、なのでね、エアロジェット、まあ今、まあね、ちょっと安くなってたりとかもするんでね、ちょっともう一回こう、打ってみたい人は、試してみるのはありかなと思いますね。と、うん、いうことで、この2本のみですね、ノミネート。うん、ノミネート外からのちょっと話すると、うん、まあ、コブラはね、
LS とかちょっと難しいモデルはあれだったからだけど、テーラーどうした？テーラーはね。テーラー毎年入ってないけど。そうなんだよ。なんなんだろう。まあ、ステルス2ですよ。そう。捕まんないとか、うん、思ったより上がるとか、うん、なんかそんな理由でね、逃げてるよね。結局、シム以降、友のランキングの中に、これといってテーラーメイドが爆発的にいいよね、みたいなところのランキング入り方してないんですよね。で、一番はやっぱヘッドの形状だと思いますよ。うん、ちょっとこう、ヒールとかがシャープだし、割と前方の方にこう、厚みがあるようなヘッドの形状だったり、うん、多分純正車ともね、友にとってこう、害してるよね。ヘッドをこう分からせないというかね、評価を。うん。なので、今年も入ってないという。だから、次は気になりますね。QI10。そう。だね、今でも、ステルス2持ってる人見たら、この人うまいんだろうなって思う、ゴルフ場で。僕が打ちこなせなかったもんだからね。スリクソンピンぐらいは、去年の秋、うん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 、モデルだから平行だけど、やっぱピンは飛ばないんですよ、トモにとってね。で、大型の完成モーメント LTDX の時も言ったけど、振ろうと思ったり飛ばそうと思ったら、一方向にすごいギュイッって行っちゃう、みたいなところがあってダメだよね。で、スリクソンに関しては、僕が 5LS 使ってて、形状がそんなに好きじゃないんだけど、結果打ってみたら、あれ意外と曲がんねえなっていうところで、僕の9度をプラス1度、10.5 とか、10.5 度にしたときに意外と打ててたから、うんうん、本当はいいのかもしれないよ。そうだね。もっと好き嫌いなヘッドのね。そうだね。だから、5LS はもしかしたらノミネートされててもおかしくなかったのかもしれませんね。うん、シャフトも合ってなかったっていうのもあるかもしれない。ね、純正シャフトとかね、うん。うん、そのぐらいですね。ということで、今年のナンバーワンの、はいはい、発表お願いします。はい。キャロウェイ、はい、パラダイム、はい、トリプルダイヤ。わあ、来ましたね。はい、キャロウェイ、やっぱ好きですね。うん。うん、と言っても、今までとしては結構難しいモデルだと思うんですよ。うんうんうん、まあ、エピックフラッシュのサブゼロとか、エピックフラッシュのノーマルとか、まあ、あの辺はまだね、割と簡単な方のプレイでサブゼロだったりとかしてもね、あと、マックスの LS とか、もう結構上位に前来てたと思うけど、うん、これはね、割とヘッド形状からも結構難しそうに見えるんですけど、なぜですか？俺もわからない。だから僕がね、このトリプルダイヤのタグを打つとは思いもしなかったの、うん、買うまではね。そうね。うん、まあ、一番最初に買った理由としては、僕がね、ロフト8度ドラゴン用で使おうと思ってたのを、うん、まあ、僕が打てなかったんですよ。うんうん、それを8度を共に譲って、最初ドラゴン用で、5月にドラゴン大会ともが初めて出るっていうところで、8度のこのパラサイトリングを使ってたんですよ。322打ったんですよ。フォローにうまく乗せてね。いや、これいいぞと。と、うん、いうことで、ラウンド用でロフト増やして使ってたんですよ。うん、で、結果やっぱ良かったんですよ。うん、で、多分ドロップするぞと。さすがに8度のやつロフト増やしても、うん、9度ぐらいにしても増やしてもドロップしてたから、まあ、最近になって 10.5 度か。うん、その10.5度もより優しくなって、今使える状態ですね。うん、どうですか ?10.5 度にも変えて。あのね、たまに、そのさっき言った、ちょっと低めのドロップする球っていうのも、ほぼ出なくなったし、うん、あと、たまに出るあの右に、ものすごい飛ぶ右プッシュ、うん、あれも出なくなった。どっかコース内に残ってるよ。うん、ちょっと変えてくるんだね。10.5 度は、うん。うん。だから、球が上がるっていうよりかも、まあ、逃げないっていうかね、うんうん。うん。そっちの方で選んでるね。うん、10.5 度。でも 10.5 度でもちゃんと打てれば低スピンでしょ。そうそう。かなり低スピンでしょ。そうそうそう。油断はできないよ。うん、で、今ほら、使ってるね。C 級の 5S。うん。いいですね。うん。うん、初速もかなり出てます。この動画で測った時からレンジで66とか、うん。本気打ったら70近くやっぱり出るヘッドだったので、うんうん、本気打っててもね、68とか9とか出るようなヘッドだったんで、他のやつって66超えたらいいぐらいなの、本気打で、うんうん。68超えるっていうのがね、なかなかね、やっぱなかったんすよ。うんうんうん、パラダイムだけですよ。こう、一定して67、8、うんうん、クス9とか出るのは。うん、まあ、
さっきも、ね、言った通り、やっぱりちょっと完成モーメント大きめだったり大振りのヘッドが今年に入ってから打てなくなってきて、うんうん、じゃあちょっと小振りだったり操作性のいいというか、あものこのトリプルダイヤが打てるようになったよねっていうところで、いやだから結局これ5月の初めぐらいから今までずっともう半年ですけど、もう完全にエースですよ、うんうん、でロフト 10.5 にしたおかげで冬場でもちょっと使えるような雰囲気ですし、うんうん、もうあと1月1ヶ月2ヶ月したら、うん、AI スモークですか、うんうんうん、出てきますよ、うん、で AI スモークにもねサブゼロあるようなので比較して面白いと思いますよ。もうね、その季節的に言ったら、今からパラダイム買うのももったいない気がするのよ。1、2ヶ月したら次が出るから。うん、でも、すごく気に入ったから、うん、次ののとちょっとガチンコで勝負させたい意味も込めて買い直したって感じ、うん。そうですね、うん。でも次のクラブも楽しみなんだよね。見てる感じじゃ。うん、面白そうです、あれは。大事ですね。なので、この辺のクラブはね、また安くなってると思いますので、うん、気になる方は、まあ、手段もまだできるでしょうし、買うのもありだと思います。うん、まあ、参考になればいいかなと思います。はい。はい、以上です。ありがとうございました。